鳥取温泉の1、鳥取温泉の1、元湯温泉鳥取温泉は、鳥取県鳥取市にある温泉。鳥取駅に近い市街地中心部にある温泉で、珍しい県庁所在地の市街地に湧く温泉である。新泉質表記では、硫酸塩泉。旧泉質表記では含む某小食塩泉ないし含む、食塩某小泉である。湯出温度は、摂取48度である。源泉は、 地下20から50メートルの砂力層や歴岩層から動力で組み上げている。鳥取市の中心部の市街地に温泉が湧き出している。湯田温泉などと並び、県庁所在地の繁華街に存在する温泉である。旅館は線路の北側に3軒、南側にも1軒存在する。1897年に温泉が発見され、恵方温泉と命名された。ついで1904年に、 飲料水の井戸を掘削している時に発見された。温泉が出たのは当時の鳥取市恵方町で、その後に末広町、寺町でも温泉が湧いた。温泉周辺は1960年に鳥取市恵方温泉町という住所が新設された。さらに1969年には恵楽通り周辺に鳥取市恵楽温泉町、末広通り周辺に鳥取市 末広温泉町という住所が新設された。源泉は30以上開発され、温泉や料亭など、鳥取駅前の一帯に、温泉街が形成されるに至った。島崎東村の山陰土産では、藤村は小銭屋という旅館で2泊を過ごし、次のように描いている。この小銭屋には、昭和天皇と皇太子、皇太子妃も宿泊している。鳥取県が、 入湯税をもとに算出した調査によれば、鳥取温泉の年間利用者は、毎年7万人から8万人で推移している。その数は2006年をピークに近年はやや減少傾向が見られるものの、1998年と比較すると増えている。鳥取県全体の温泉利用客数は1998年以来、右肩下がりにあり、 1998年から2010年で25%の減少だが、鳥取温泉に限ると17%増である。1997年以前の温泉利用客数は、計算方法が全く異なっており、各自治体の申告に基づく推計値である。これによると、1997年の鳥取温泉の利用客数は年間45万人で、 バブル景気の頃にはピークを迎え、1989年には年間69万人が利用したことになっている。同様なのは甲府市、山形市、松山市、山口市。ありがとうございます。